まあ、自分たちの土俵からものを見るというか、まあ、相手のストロングっていうのは分かっていたので、まあ、そこに対してどう対応するかっていうのはもちろん対等以上にやらなきゃいけないんですけれども、我々がやりたい、我々が目指すサッカー、徹底してきたことを含めて、まあ質のところっていう言い方がいいですかね。その自分たちがやりたいんであればそこでミスしたらいけないし、そこでサポートがいるかったらいけないし、そこでスピードアップしなきゃいけないっていうところは共有しました。中盤のところの、ルーズボールのバトルとかはね、格段に良くなってると思うんですよ。そこに意識が高まってるからこそ、我々の土俵に持ち込んだ時に、じゃあ我々が質をどれぐらい発揮したのかというところは、まあ、真摯に受け止めて、まあ、やれてないというかな、足りないところをもっともっと積み上げていかなきゃいけないというところは確認しました。まあ、カウンターっていうのは実は一番、スキルが要求されると思うんですよね。相手がいることに加えてトップスピードであるというところがあるので、ボールを持ってる選手がどういう判断をするか、次にボールを受けた選手の、コントロールはどうなのか、その状況を見てスペースがどこにあるのかというような、こうボールを持っている選手と持っていない選手のこうハイスピードの中での技術と判断というのが要求されるんでね、これは、まあ、場数というよりは感覚的にはやはりこのスピード感に、慣れていくし、もう一つはやはり判断のところはもっと洗練されていかなきゃいけないと思いますね。カウンターっていうのは誰かがスルーパスを出して誰かがそれを、走って受けて完結するものではなくて、パスを出した選手が今度受け手にならなきゃいけないんですよ。で、受け手になった選手がさらにさっき出したはずの選手が今度受け手になるという繰り返しの中でカウンターっていうのは、まあ、技術がぶれなければシュートまで、いける攻撃だと思うんでね、相手が帰る前にボールの受け手と出し手っていうのがこう入れ替わっていく中で、技術と判断の精度を高めていくというところは、まあ、精度を高めていかなきゃいけないということを、スピードに慣れていかなきゃいけないということを、もう一つこれがひょっとしたら一番重要なのかもしれないですけども、いいボールの奪い方をしなきゃいけないということですね。まあちょっとこう抽象的な言い方でしかちょっとお伝えできないんですけど、ポジショニングのところが、まあ我々は3バックの時のビルドアップをするポジショニング、特に自陣のキーパーを交えたポジショニングと相手陣に入った時のポジショニングっていうのは、かなり動きを要求してるんですよね。ただこのモビリティの中にも立っておきたいポジションというかポイントがあるんですよ。相手のどこに立つかと、どこの中間ポジションに立ってそこから判断して動いていく、動き直した時に今度誰がそこに立つのかというところの、まあ自由と規律っていう言い方だとちょっと抽象的すぎるんですけども、何でもかんでも自分とボールの関係だけでやってると3人が同じポジションにいたりとかいうのがよくあるんですよ、実は。だけれども本来立っていなきゃいけないポジションから自分が外れた時には他の選手がそのポジションに立てなきゃいけないし、ボールの状況を変わった時には動き直してそこに戻らなきゃいけないし、
そこに相手が食いついてきたら今度違うギャップができますし、そこがこうボールと本当に自分の関係だけでこうダラダラっと動いてると、全くシステマチックじゃなくなるんですよね。ただポジションに凝り固まることも避けたい、なのでモビリティと、ポジション、嫌なところにポジションを取るバランスっていうのは、もっともっと上げていかないと結果的に中に差し込めずに外回りでクロスしかないとか、でなぜそうなったのかっていうと本来いるべきポジションにいないんですよ。でじゃあ有益なところにいるかっていうと、ただダラダラっと同じところにみんなが集まってるっていうシーンをいくつか見せました。これはもったいないと、自由だけが有効じゃないと、規律も必要だというところが、バランスを取れていけばもっと地上戦で面白い攻撃ができると、相手にとって嫌な攻撃ができると思ってます。あれはやはり個人であってもグループであってもボールを動かすからこそ3列目から出ていける時間があるんですよね。なのでボールを外回りじゃなくてどういうふうに中に差し込みながら動かすかっていうのでもポジショニングが大事だし、その動かしている間に多分それがパス3本動かしていれば15メーターぐらい入っていけるんですよね。まさにあのシーンというのはそうだったと思いますし、まあそれともう一つは、やはりクロスに対しての狙いとか、入っていく選手の、タイミングと場所っていうのは我々はずっとやり続けてきたものがあるんですけども、そこが徹底できてなかったっていう意味も含めて、まあ超決定機の手前で、まあクロスが入ったけど誰もいないとか、普通に相手にクリアされているように見えるけど本来我々はそうじゃなくて一個前に入っていかなきゃいけないと、でクロスサーの選択も、そこではなくてまず一番嫌なところがどこかっていうのはこのチームは共通意識は持ってるはずなんですけど、まあちょっとまあなんていうんだろうな、人のいるところに出してしまうと、本来そうじゃなくてこうボールが触れば角度が変われば、あるいはディフェンダーが触ってしまえばこうゴールになるようなところに本来飛び込んでいかなきゃいけないっていうのがファーストチョイスなんですよね。でそこももう一度出しても受けても、徹底していかないと、いやいい攻撃したよね、なんかへそ使えたよね、我々らしい時間がちょっとあったよねだけで得点がゼロっていうのがこのままだと続くという危機感もあります。まあ彼だけではないんですけども、彼個別にも我々が要求する守備がどういうものか、守備をしているっていうことがどういうことなのかっていうのはかなり根気よく刷り込んできましたし、要求してきました。で今おそらく一番変わってるのは、まあボールを追いかけても前線の選手って取れるわけじゃないじゃないですか。いかにボールを、フィードをする選手に心理的な圧力をかけるか制限をかけるかっていうだけであって、そこでボールを取り切るっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、その心理的な圧力をかけられてるかどうかっていうところで言うと、どうせ蹴られるからっていうんで最後の2歩3歩を減速するのか最後の2歩3歩を出し切るのかっていうのは全く違うんですよ。でそこはおそらく前者で彼は染みついてたんですよね。言ってるからいいじゃないかと、もうそこでその選手目の前の選手がフィードしたんだからもう自分の仕事は終わりだと。ただその選手が心理的に圧力を受けてパスをしてるのか受けないでパスをしてるのかは全く違うんですよね。でそこのところは彼も理解をして最後の2歩3歩緩めないというところ、そこはでもね相当エネルギーがかかるんです。ただそれを
出し切ってバトンを渡していくっていうのがこのチームなので、そこは彼だけではなくて、前線の選手にみんな要求しているところです。どうせそこまで行ってんだったらあと2歩3歩までやろうと。でそれによって一つ手前しか相手は見れなくなるんですよ。一個奥のパスがちょっとずれるんですよね。そこが大事なところなので、彼もその一員に今なりつつあるというのも、彼自身が奪い切ったっていうその成功体験ではなくて、チームがそれによってラインを勇気を持って上げられたとか、センターバックが潰しに行けたとかっていうところが、そこを彼が共有もっともっとしていってくれると、もっといい奪い方をして、もっと彼がそのまま前線で、彼の総力を生かせるような状況を作れると思うんだね。今いい習慣になりつつあるんで、それをもっともっと背中を押してあげたいなと思います。自陣のビルドアップの時の彼の役割と相手陣の役割は、まあ、彼だけじゃなくてシャドウの選手は特に違うんですよね。まあ、大きな動きをしながら相手を撹乱させる自陣の動きっていうのはチームとして共有してるんですけど、相手陣特にペナルティエリア周辺のところで、じゃあどういうポジションを取るかっていう時に、本来どこに取ってほしくて、それが相手にとってどういうふうに嫌なのかというところと、自分とボールの関係だけで動いて、ワントップともう一人のシャドウと全く同じところにポジションを取ってる、ほぼ2メーター四方ぐらいのところに3人があるみたいなシーンがあって、そこから動き出しても相手は怖くないですよね。なので、もっと駆け引きをするためには本来いるべきポジションというのを我慢するというか、ボールの状況において我慢しながら駆け引きをして入っていく、入り直していくっていうようなところがもっとやれないと、ちょっと今相手陣では思いがままの、まあちょっと気ままなっていう言い方だと彼にはかわいそうですけども、ボールと自分の関係だけであって、味方との重なり具合だったり、相手のギャップのをどう作るかというところだったり、ボールホルダーが本当は一番嫌なところにボールを送り込みたいんだけれども、まあ一番近いところにこうサポートしてきてるとか、そこはアタッキングサードの特にペナ周辺の彼の役割、シャドウの役割っていうのはもっと整理していかなきゃいけないし、何よりも、まあ自由と規律っていう単語はさっき言いましたけども、まあその言葉よりもおそらく駆け引きっていう言葉の方が正しいと思うんですよね。どこに立つことが相手にとって嫌で、食いついてきた時にじゃあどこを目指してそこにボールを味方から供給させるかと、それこそがストライカーなんで、それはワントップだってもセカンドストライカーだっても最後に一番嫌なところに入っていくための駆け引きっていうところはちょっと今足りないかなというのを思ってます。まあシュートまでいけないっていうところもあるんですけど、まあそれがサイドの選手であろうが中盤の選手であろうが、すごくペナの近くでヘッドアップしてるんだけれども、だったら一番嫌なところに供給ボールができるはずなんですよ。なのに一番嫌なところに動き出してないと。なぜかっていうと、そういうふうに同じところにポジションにいたりとか、まだボールを受けに来るであるとか、もう頭一つ触ればゴールに流し込めるところに入っていけるタイミングがたくさんあります。だから自陣でもらう役割とペナ周辺、ペナの中で、シャドウのやるべき役割っていうのは違うので、そこを、まあ、出た選手が各々の自分の特徴を生かしながら、自分らしさを発揮してくれればもっと得点に近づいていくのかなと思います。例えば前節で言えば、
2-0 から3点目が入っておかしくないシーンがいくつかあったんですよね。でそこは決めきれない中で、まあ、不運な形で一人退場して、という流れだったと思いますし、あの名古屋のインテンシーの高さと、まあ、前線の個のレベルの高さっていうのはね、あの、まあ、特にユンカー選手も戻ってきてますし、これはやはり、うん、相当警戒しないと、うん、まあ、自分たちのビーズアップから引っ掛けられても点は取られますし、あの腰を引きすぎても自分たちの前で多分高い打点でヘディングも決められるんでね、あの組織としてしっかり守らないと長屋の子っていうのが生きてくるのかなというふうに思います。あともう一つは、まあ、中盤の選手含めてハンティングできる選手がいるので、安易なボール回しというか、うん、それはこう怖がってボールを回さないということではなくて、ボールをつける足とかパスのスピードに細心の注意を払わないと、まあ、相手のカウンターを食らうことになると思うんでね。でパトリック選手もこうバックパス絡みでかっさらって点を取るというのはおそらく今シーズン3回ぐらい3点ぐらい取っていると思いますし、前への圧力というのは非常に迫力があるので、そこを気をつけながら我々らしくしっかり戦わなきゃいけないなというのが、まあ出場停止で言えば綱島があの戻ってきますし、まあこれはみんなに言ってますけども、レンタルであったり出場停止であったり出れない時ほどトレーニングをしっかりやることが大事で、俺は今週は関係ないっていう姿勢を見せた瞬間に18人からもはるか遠ざかるぞというのはみんなに言っているので、まあ綱島はすごくしっかりやってくれたと思います。まああと、まあ怪我上がりっていう言い方がいいかどうか分かりませんけど、森田幸喜もブライトン戦から実はチームから1週間離脱していたので、この前の時間あの時間使うのが精一杯でした。あれでもちょっと早いかなっていうぐらいの調整だったので、まあただあの時間しっかりやれて、昨日も今日もしっかり上げられてるので、彼もさらにコンディションいい状態で、名古屋戦迎えられると思いますし、うん、その他の選手も、うん、まあ虎視眈々とポジションを狙ってくれているので、まあ、チョイスがすごく難しくなってますし、まあ、山田楓希もコンディションは今戻ってきてるんでね、ここはフラットな目で、柏谷さんに一番近づくプランを立てて18人にしっかり選べたいなというふうに思います。体の疲れがもちろんあの本人も感じている中で、もちろん時差もあるので、やっぱり栄養と休養とトレーニングっていうサイクルが、しっかりできるようになるまでには何日かかかったという印象があります。ただもう昨日今日はもうみんなと同じあの量のトレーニングやってますし、あの日々あのコンディションというのは良くなっていると、あの我々から見てもそういうふうに思いますし、本人もまあ、あのその辺 の, あの寝る時間も含めてしっかり元に戻ってきているという感触があるので、十分選択肢に入ってくるかなと思います。まあ、高さはねあるチームなんで、あのただ単に、クロスを上げて、そこでこう上から叩くみたいなところはなかなか難しいと思います。あの動きで相手を崩していかなきゃいけないということと、まあ、やはりどのポイントで合わせていくかの優先順位というのはみんなで共通意識を持たないと、でそこに、クロスターの精度と一人じゃなくて複数で入っていくという迫力がないとなかなか、キーパーも守備範囲広いですし、おそらく最初の反応というので、というのは J リーグの中でも本当に、1番2番争う選手だと思うんでね、ゴールキーパーはセカンドボール含めて全員が反応しなきゃいけないなというふうに思って